Hello, this is Hiroshaya Shihama Mastery Japan.The oldest god in the history. 世界最古の神。えー、世界最古の遺跡と言われているトルコのギョベクリテペです。そこを調べているときにですね、大変奇妙な彫刻に出会いました。これがその 彫刻です。頭の部分に注意してください。頭の部分をよく見ますとですねこれがウェアル超頭人間コーンヘッドメンの頭蓋骨と一致します詳しくは後でもう一度精査しますけどもデコボコ感まで一致しているんですね で、これは何かということです。まあ、つまりですね、左の彫刻の頭はですね、超ど人間だっていうわけですね。そこで、ギョベクリテペへ皆さんを案内いたします。で、ウィキペディアで示している座標を今示しますけども、特にこのあたりに、 拡大してみましても何かあるというわけではありません。で、まあ、その地図で言いますと、まあ、こういうところにあるということですね。まあ、今回は場所はそれほど重要ではありません。ギョビクリテペです。まあ、一応今のところ世界最古の遺跡と言われ、年代はですね、1万2000年前と言われています。で、ここで大変な遺跡が見つかったわけです。 でち,ちょっと注意しておいてほしいのはですね、こんな動物の彫刻も見つかってい,います。しかもですね、下を向いて逆さまに貼ってるんですね。まあ奇妙と言いますか、ちょっと私たちの人間の感覚とは違うんじゃないかと思います。で、横にしてみますと、この動物なんですね。何でしょう まあ、いろいろな、あの、ことが言われると思いますけども、まあ、その前に、トルコの、えー、調べていた時に目についたニュースですね。いわゆる高校ニュースと言いますかね。発掘物をこう専門に言ってますか、トルコの古代遺跡を専門に報告しているニュースなんです。で、もちろん、トルコ語で書かれています。あの、はい。 ということで、まあ一つずつ機械翻訳してみました。あの、Google の翻訳ソフトを使ってですね、トルコ語を直接日本語に訳してみました。だいたいなんとなく意味がわかるっていう感じですね。まあ、それぞれの遺跡について、って言いますか。あの、いわゆるギョベクリテペはですね、大変広い、あの、遺跡のようですね。 あの、それぞれに、まあ、このような説明がついています。これが、あの、ギョベクリテペの中心部ですね。まあ、お寺であったというふうに考えられているだけでまあ、シュライン、あるいはテンプル。まあ、あの、英語の方に訳しますとテンプルと出てきますがね。あの、寺、まあ、寺と神社どう違うかって言われましても困りますけども。まあ、日本では使い分けてますけどもね。 でまあ、大体こう読む,読むとこれなんかもちょっと奇妙だと思うんですねあのいわゆるその人間の閉じ込めていく箱のようなものも見えますしねはいまあそういったあの分析はまた今度次の機会にしてみますけどもこの遺跡も遺跡というかこの部分も大変こうなっていますか 興味深い遺跡だと思います。で、まあ、今、あの、皆さんに見ていただいているのは、ギョベクリテペのですね、まあ、概要ですね。非常に広範囲にわたった、まあ、大きなあ遺跡であることは間違いありませんし、世界今のところですよ、発掘、発見された中では世界最古の遺跡ということになっています。1万2000年前です。 ま、シュメールが歴史にあられるのは、紀元前5000年前後ですから、今から7000年前ということになるんですね。それよりも、なんて言いますか、3倍、ごめんなさい。2倍以上、2倍近くですかごめんなさいね。古いわけですね。さらに5000年古いわけですからね。1万2000年ですから。で、ギョベクリテペの、これは一度ですね、あのー、 意味がよくわかりませんので、もう一回、あの、ギョベクリテペの部分だけをですね、全体をですね、あの、出てきましたので、もともとはこう、トルコ語で書かれているんですけども、直接日本語に翻訳しますと、全然意味がわかりませんので、一度英語に、あの、訳し、あの、機械翻訳して、あの、いわゆる英語に訳すとまあ、意味のわかる文章になるんですね。で、それを日本語に訳してみました。 で、このニュースの中では特に重要なことを言ってるわけじゃありませんけども、ギョベクリテペのね、保全について、いろいろと、まあ、あの、関係者の方がですね、まあ、大変な苦労をなさっていると。そういった意味の内容の、あの、報告といいますか、ニュースなんですね。いわゆる、まあ、非常に広範囲で、そのフェンスを張って保護をしてるんだけども、それがね、3ヶ月もかかったとか、あの、 まあ、膨大の量の、その、フェンスといいますかね、あの、が必要であったということを、あの、書いてありますが、書いてあります。で、長さが5,950キロメートル、まあ、5,950メートルあったと。約6キロの長さになっ,たなったというわけですね。フェンスを張って、そして、ま、あの、いわゆるその、許可されない人たちがね、中へ入って遺跡を荒らすのを防いでるんだと。 で、13万5千トンもの物資がそのために使われたと。そういうようなことが、ま、ずっと説明してやって、それで、ナイトビジョンカメラですね、アンシスコープで、監視を、2年間ずっと監視をしてきたと。というようなことが書いてありまして、まあ、ギョベクリテペに、あの、なんて言いますか、保護に、トルコ政府も、ってますか、あの、世界遺産保全、あの、 そうしたあの公的な機関もあるそうでね、それによってあの保護をしてるんだということが書かれています。まあ、あのー、これ自体はその今日の話に直接関係があるわけではありません。そしてこれを調べてですね、まあ、あのー、自分なりに資料にしようとして、まあ、翻訳してみました。まあ、世界遺産にもなってると。 で、その中でこの像を見つけたんですね。この像も、あの、世界遺産に登録されているそうです。で、先ほどお見せしました像なんですけども、この像でおかしいなと思うのは、頭の部分と体の部分と別々なんですね。これはあ、あの、全体はですね、あの、最近作られたもののようです。 あの、年代は書かれてませんけれども、12000年前のものではありません。しかし、頭の部分と体の部分と、いわゆるて言いますかね、あの、作風が違うと言いますかね、下の方はモダンな感じがしますね。ところが、首から上はですね、非常にこう、あの、どれが目か分かんないような状態で、あの、いわゆるその古風なんですね。下の方は、あの、これ椅子に座ってるんですよ。だから足が下へ伸びてるんですけどもね、そして顔を見てください。 これはどうも、あの、違うんですよね。ですから、顔の部分だけは、あの、おそらく何らかの形で遺跡でから出てきたものと、その、を参考にしながら、この彫刻家が作ったというふうに考えられるわけです。えー、それをそれに基づいて、あの、まあ、彫刻家の人のインタビューによればですね、まあ、記録によれば、女性であるということなんですけど、まあ、女性男性ということはあまり重要じゃありません。 とにかくあの、このデコボコ感、デコボコ感も皆さん、あの、比較してみてください。あのー、まあ、ほ、ほとんど同じと見ていいわけですね。いわゆる、この彫刻で表現されている頭蓋骨は、超等人間の頭蓋骨ってことになるわけですね。そして、 人間の頭蓋骨と比べてみてわかりますよ。人間は頭に真ん中にこう一本線が入ってますか。方向線が一本入りますね。ところがちょうど人間はありませんね。ですから右の頭蓋骨はに少なくとも人間ではないイコールエイリアンと考えるわけです。コンヘッド。これこ、れこそまさにエイリアンが地球にいたという証拠です。証拠、証拠になるんですよ。いたということを言いますけども、宇宙的な時間で見れば、5000年前も、1万2000年前もですね、瞬間なんですね。昨日、一昨日なんですよ、皆さん。 ですから、まあ、昨日、このエイリアンがいたということになるわけです。で、もう一度、その、確認していただきたんですけども、これは、あの、えー、っと、エクアドルで見つかった頭蓋骨ですね。この頭蓋骨も、あの、やはり頭の中心線、中心に、あの、方向線がありません。ということは、これは DNA 鑑定をするまでもなく、人間ではない、すなわち違った、あ,エイリアンあの、 人種、まあ、いわゆる人間ではないってことですね。これはあの、あの、交換させて大量にあの、この、見つかってるんですけど、それほど遠い距離じゃないんですけどもね。あの、こうした、やはりこう調べてみますと、中央の方向性がないことに気がつきます。で、えー、去年でしたか、DNA 鑑定が出まして、人間とは違ったミトコンドリアが、を持っていたってことも分かっています。こういう図が良いなんですね。 で、この、もう一度この、しっかりと確認しておいていただいて、これはまさにこのエイリアンが、この地球にいる、いた。っていう、あの、0 0年前を過去というふうに捉えるのは間違いですよ。あの、そういった尺度では、あの、考えない。それは人間の尺度ですからね。要するに、彼はこの頭蓋骨はエイリアンだと。そこでもう一度、あの、検証しています。 で、この、先ほどスカ、あのー、出てきました、この彫刻なんですけども、この彫刻について、詳しい報告がなされています。そこでこれもですね、一生トルコ語ですけど、一度、英語に直して、そして、その英語を訳してみました。ですから、英文そのものが、あの、非常にわかりにくいところがありますけども、まあ、要するに、これはですね、あの、作者もわかっていると。そして、作者がですね、えー、インタビューに答えて、えー、自分は、あのー、一2 0 0 0年前のね、 その、ギョベリクリテペの、えー、人の気持ちになって、そして、その、心を表現したものだ、というようなことを、まあ、述べてるってわけです。で、その、まあ、頭蓋骨について頭の部分について特に説明してるわけではありませんけども、どうも腑に落ちないんですね。で、この像そのものも世界遺産に、 登録されていると。それは、それだけ重要な彫刻であるというわけですね。で、この彫刻家はですね、3年近く検証に検証を重ねた結果、あの、この彫刻をするようになったと。3年間この研究した後にね、彫刻したということが、ここの中に、説明の中に書かれています。まあ、1万2000年前の人の気持ちになって彫刻したということですね。 で、もう一個の彫刻を見ていただきたいんですけども、首から下と首から上と、あの、作風が違うの分かりますか首から下は非常にモダンなんですね。ということは、この作家がこ、そうしたものを表現したということになるわけです。ところが、首から上は、先ほど言いましたように、あの、後ろになんかヌミッと出ていますけども、ヌキっとね、これはあの、髪の毛が何を表現したのか分かりませんけど、それを除きますとですね、いわゆるさ、あの、先ほどあ、比較しましたように、 頭、あの肩、頭、蓋骨の形が、いわゆる超等人間、コーンヘッドの、に、あの、頭と一致するわけですね。もう一度ご確認ください。あの、目、それから口。まあ、よくここまで似てるなと思うぐらい、凸凹感も似てるんですね。ということは、あの、この作家は二つ考えられるわけですね。一つは、あの、この頭蓋骨のことを知ってて、それに合わせて作ったか、あるいは、 えー、頭の部分は、そのギギ、ギョベクリテペのね、発掘物を参考にしたかということなんですよね。まあ、それは皆さんの判断に任せしますが、もう一つ興味ある、興味深い事実をあの、ご、あの、お伝えします。この動物デスク、逆さまにあの、作ってありますね。で、これと同じものがですね、青森、青森県の弘前市の、岩木山神社にあります。で、下が、右下が、 岩木山、岩木山神社の、狛、えー、犬ですね。よく見てください。この狛犬実は逆さまなんですよ。こういうふうに作られているんです。つまりですね、ギョベクリクペ、えー、テペの彫刻と、その岩木山神社の彫刻が、作り方のコンセプトが同じであると同時に、形も非常によく似ていてますかね。 ということです。まあ、これが、え、青森県、あ、青森県、あ、弘前市にある岩木山神社です。本宮はなんか岩木山の頂上近くにあるそうですね。ということで、大変、ま、興味深いこともわかりました。ということで、最後にもう一言。えー、もしこれがですね、えー、ギョベクリテペの神であるならば、まさにギョベクリテペの神、すなわち世界最古の 遺産であるその遺跡のテンプルの神は異星人であったということになります検証を続けてみます Thank you very much for watching And see you again next time Bye